こんにちは、イバログチャンネルのお時間です。いやーさっき美味しかったね。美味しかった。さっきそば食べてきたんですけど、よかったね。でも普通に結構食いすぎた感あったけどね。あそこのメインストリートもの動画も、まあ、同じ日ですから今3本撮り3本撮りなんです、まあ、結構しょっぱいものをいっぱい食べたから甘いもの食べたくなってきて、あお茶したいですね、うん、今日は僕たちどこに来てるんですか。私たちは、今年9月、はい、1ヶ月ちょっと前ぐらいじゃない、はい、できたばかりの道の駅笠間、はい、とうとう笠間に道の駅ができました、はい、茨城県笠間市の道の駅に来ております。今日来ております。正直店舗の中に何があるかとかあんまり分かんないけど、そうね、でも結構人いるよね、やっぱり人いますね、うん、オープンねしたばかりだから、あ、違ったっけ、1ヶ月前ぐらい、1ヶ月半ぐらいだ、9月の半ばぐらいにオープンしたから、まあ2ヶ月経ってないぐらいじゃないかな。笠間は、はい、栗すごい数のカメラ向けられてるから、ね、どうする。体温は正常です。体温はね、体温は正常、はい、あれこれじゃないですか。うわこれを食べに来たようなもんなんだけど、うん、これが笠間の道の駅の伝説のモンブラン。じゃあ本当は僕らこれを紹介したくて、まあ、道の駅寄ったんですけど、まあ、これがないと。つまり帰りますか。いやまだまだちょっと紹介するところあると思うんで。いいですね、このなんかそのこの木の作りがいいよね。カツリュウ、あれカツリュウ、俺たちの好きな。え、ジェラート売り切れてんじゃん、クリ終わった普通の ミルクだよさせて、はい、ありがとうございます。僕はこっち食べます。はい、すいません。何買ってきたんですかそれそれ何買ってきたんですか。黄金の笠間ソフトクリーム、やばくない、怒りすぎてる。金箔食べた今唇にくっついてる。いただきます。金箔の味はどう。金箔って味あんの。すみません、うわ、やば、金箔食べたら筋肉、筋肉ついてきた。いや、すごいよ、筋肉、うまっ。あー、いいね。これは何ジェラートですか。これはね、ミルクジェラート。ジェラートってなんて、あれだよね、結構氷っぽいような、うん、イメージすると思うんだけど、ない、なんだろう、牧場のアイスクリーム。はい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 、うまいな。いやでもソフトクリームめっちゃうまい。いいね、食べ歩きした後のこの甘いものがね、美味しいんだよ。中期来たら食べた方がいいね、モンブランもね、ほんと食べたかったな。じゃあちょっと次回挑戦しますか。美味しい。ごちそうさま。じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。ひろみつってくる。ひろみつってくる。ひろみつってくるから、ちょっと待って。ひろみつってるから。ひろみつの家がない。
あーった、富士山って書いてある。いきますか。燃えるゴミ、燃えないゴミ、缶、ペットボトル、富士山。お前それ俺だけじゃねえからな、藤田って。ちなみに言うけど、全国の藤田手に回してる。すいません。お母さんみたいなやつ。おネギ、俺かい。いや、すっげえ卵でかっ。マリトッツだ。マリトッツじゃない。どう見てもジジイ。待って、どう見てもマリトッツ。時代に乗ろうとしたジジイ。どう見てもマリトッツじゃん。どう見てもドライフィッシュ。じゃあ、あれやばい。これこれ、え、500円だって。いや、えぐくないこれ。顔と比べて。すでかいよ。え？いや、結構でかいね、これ。いや、これさ、バター醤油とかで食べたらさ、超絶うまいよ。このサイズのシイタケ、俺初めて見るかもしれない。絶対アンパンマンにこういうキャラいるよ。レンコンマン。レンコンマンでパンチとかなんかすり抜けそうじゃない？まあ場所的にも立ち位置的に言ったらカバオくんと多分トントン君。レンコンマンっていうね、ヒーロー側なのにね。ヒーロー側カバオくんと一緒の立ち位置は やるせなさすぎでしょ。多分ここら辺じゃないですか、結構マジで。逃げてる。俺がねえですって。天狗納豆、天狗納豆。知らない天狗納豆。わっ、わら、最初がわらだっけ、本家。当たり前だろ、あのパックから始まってわらにしましたなんてことがあっちゃいけねえだろ。素晴らしい、お土産類も充実してますね。こういうキャラいそうだ。あのさ、これあれみたい、めちゃくちゃさ、この栗の形に矯正されたライチュウみたいな感じね。酒類も充実してますね。日本酒各種から。茨城県。あ、いいですね。静岡県。え、これおしゃれじゃない？100年梅酒、これ。サバデチュ。これは好きですね、僕は。美味しいのそれ。梅酒、100年梅酒は安定じゃないですか。そうなの？うん。お、梅酒飲めないからさ。梅嫌いなんだっけ。そう、あ、逆だ、梅がお前の嫌い。やば、受け付けてない。これ気になるんだけど、めっちゃサバのお酒。よし、すごい。これさ、夏場のさ、屋台のところに置いといたら絶対間違える。絶対これはね、いちごのかき氷シロップだわ。これラベル剥がしてさ、屋台に置いといたらさ、マジで間違えると思う。おー、まあでも多分ギリギリシズヤ騙せる。ちょっと、みたいな顔するけど、多分あいつは騙せる。騙せるね。気づかない。あいつね、あいつね。こいつね。ひろみちの車あるよ。
いいところでしたいかがだったでしょうか、ここ道の駅の笠間。じゃ最後ファミリーマートでも紹介しますか。ファミマ、じいちゃんのするファミマのラインナップにファミチキ、ミチキ、肉まん100円、どういう気持ち今かわいい、めっちゃタイプ、俺たぶんこの子かな。いやでも俺肌黒い方がいいなどっちかだとこっちの黒いこれは青ざめすぎかでタトゥー入ってっからいや現実にこのタトゥーいたら結構怖いよまあまあ怖い悪魔みたいなやばい、シルバニアファミリーファンから殺される。ファミリーマートで中華まん100円セールです。中華まん100円。だ、大久保さんいた。あ、いろいろ、カレーいろ。今日どんだけ食ったと思ってる。3本取りですから。パンパンですね、お腹が。ぼちぼち。ぼちぼち。いい具合に夕暮れになってきたところで。はい、空が綺麗ですね。私たちもまた。この動画終わりにしますか。はい、まああの道の駅ね、9月からできて初めて来ましたけど、あれなかなかいいとこだ、ね。まあ、笠間の道の駅来るんだったら、あの栗のジェラート、うん、とモンブランはマジで早く売り切れるんで、ちょっとそれ狙ってくるなら早く来た方がいいです。僕らも今日それを狙ってきたんですけど、午後じゃ無理だよ。多分午後じゃ無理だよ、ね、午後じゃ無理。10時開店だけど、うん、多分午後じゃ無理だと思う、うん、下手すりゃ多分 1,2 時間で終わるよね、うん、75個で75個。でもなんか朝9時半から整理券配布してるっぽいです。そうですね、まあここで1日観光って絶対ないと思うから、うん、そっちで午前中、まあ、美味しいもの食べて、はい、どっかに行くなり、あ、そうです。笠間稲荷行って、またお昼ご飯、ちゃんとしたお昼ご飯食べるのはいいんじゃないですか。県外からこうバーって来て、朝早めにちょっと休憩するスポットとしてはなかなかレベル高い、うん、いやーいいね、また来ようか。また来ましょうか。こんなリベンジします、ね、モンブランとジェラート、はい、フリー食べましょう。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。どうい